うんざりするね。た、行きます。作戦を続行する。とある町の抜粋の酒場、ならず者と賞金稼ぎのたまり場に一人の女が足を踏み入れました。男たちはにやけた顔で彼女に目線を送ります。しかしすぐさま顔色を変えて視線をそらしてしまいました。なぜなら彼女の左手と左足が、彼女が向かったのは手配書が、ふとその中、手配書には少女ばかりを狙うと書かれていました。まぶたの裏に失った妹の、彼女の心に、彼女は手配書を剥ぎ取り、凶悪な殺人鬼を、適正勢力の死に、まだいるのね。いいぞ。
める。なんとかなるから。
見つけたわ。いいぞ。皆さんのために。まだいるのね。殺人鬼の住処を探し、彼女は町を歩きます。裏ぶれた町の中はいつか彼女は何度もこんなことを繰り返していました。何人もの賞金首を殺して、しかしそれは金銭が目的。彼女を突き動かすのは怒り、この世の悪に対する憎しみの怒りでした。しかし、どれだけ悪人を殺しても、消えた命は戻ってきません。そして、この世から悪がついえることも。彼女の心の隙間に、ほの暗い疑念が入り込んできます。くしゃり。携えた手配書を強く握りしめ、彼女は雑念を振り払いました。迷いは捨てなければなりません。彼女の心を支えているのは己の力だけなのだから。終わった。
存。もらい受け。立ちはだかる者を斬る。立ちはだかる者を斬る。
ったりするね。根性。邪魔するならあなたたちは。気合だ。うんざりするね。町外れに佇む古びた屋敷。屋敷へと足、おびただしい数の罠が目の前に張り巡らされていたのです。仕掛けられた罠に翻弄されながらも、彼女は前へ進み、一番奥の部屋で殺人鬼を追い詰めました。その殺人鬼は卑屈で臆病な男でした。追い詰められた恐怖でタガが外れたように笑っています。そして男の背後には、鎖につながれボロボロになった少女。男は少女にしがみつきながら、この子は僕の最高傑作なんだ、そう言って笑い続けます。彼女は表情一つ動かさず、一振りで男の首を落としました。殺人鬼は己の死に気づく様子もなく、最後まで笑っていました。
いくら来ても変わらんわ。散る。俺を止められると思っているのか。いいぞ。
作戦を続行する。いくら来ても変わらんわ。俺を止められると思っているのか。作戦を続行する。キル。危険を排除したことを確認し、彼女傷ついた少女に手を差し、少女は彼女に襲いかけ、少女は隠し持った凶器を振りかざします。殺人鬼は少女のことを
自分と同じような殺人刑と教育していたのです。彼女に選択の余地はありません。義手で少女の攻撃を受け止め、その体に剣の切っ先を突き立てました。少女の瞳がゆっくりと光を取り戻します。おか、あ、さ、その指を失ってしまった幸せを求めるように、ゆっくりと力を失いながら自分の力を信じ続けた彼女は問いかけました。私の力は一体何のためにあるのかと。しかし少女の亡骸がそれに答えてくれるはずもありません。静寂の中に少女の血の滴る音だけが響いていました。